にちは。いつも動画をご視聴いただいてありがとうございます。あと登録者数がこの前1000人になりました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。今日は皆さんにお伝えしたいことがあって動画を撮っています。はい、早速ね、顔出ししてる時点ですごい恥ずかしいんですけどこれからはちょいちょいこう顔も出していきながら動画を撮ろうと思うんですが、一番伝えたいことは何でしょうか。10月から日本一周をスタートすることにしました。まあ10月っつっても1日からってわけじゃないんだけどね、そう、ちょっと見たい景色があって、それを見に行くのをスタートにして日本一周に出ると。はい、どこから行くかはまたね、ちょっと動画見てもらってということで。はい、はい、日本一周するにあたってケイ君の思いはまあ思いっていうか、2人ともね日本一周してみたいっていうのが、まあ、付き合う前からあって、で、まあキャンピングカーも買ったので、これを機にちょっと行こうかということで、お互い先日仕事も辞め、もう無職ですまあそのためにね、ちょっと貯金もしつつ、いろんなね、車中泊旅の練習もしながらやってたので、やっと来たって感じだね。そうやね。ね、まあ、なんかいろんな景色見たり、美味しいもの食べたり、いろんな人との出会いをしながら、ちょっと日本をいろいろ見ていきたいなということで、まあ、楽しみにしてます。ゆりはどうでしょう。あ、もうほとんど一緒なんだけど、私も20代の時からキャンピングカーに日本一周したいっていう夢があって、まあ、ずっと いつかって言ってて、ね、年齢だけ重ねていつかって言ったら、もうもしかして死んじゃうかもしれないからゆりおばあちゃんがねそうね、2人で話し合って、じゃあもうそんなに貯金もないんだけどもうとりあえず行っちゃおうっていうことで、まあ、もう人生ね、一度きりだし楽しもうっていうことで、今を楽しもうっていうことで、出発することにしました。はい、で私20代の時にカナダにちょっと住んでたことがあって、なんか外に出たから分かったなんか日本の良さとか、外国もすごい好きなんですけど、日本人の素晴らしさとか文化とか、なんかそういうのもなんかこう自分が日本一周しながら体験して、本当に現地のいろんな人ともなんかね、出会っていろいろね、体験したりとかしたいし、なんかそういうのをなんか動画でもなんかこう作っていきたいなって思っています。これから日本一周に出るにあたって、動画の今後の動画についてなんですけれども、週に1、2本かな、上げていけたらいいなと思ってます。あ、そして、その動画を出すタイミングと、こうその実際にその場所に行くタイミングっていうのがやっぱりずれてくるので、タイムラグがね、タイムラグどうしてもあるから、もうすぐどこどこに行きますっていうのをインスタグラムの方で配信情報を上げていきますので、ぜひよかったらご覧いただいて、その、土地のなんかおすすめの情報とかあったらたくさん教えてください。僕らも初めて行くところばっかなので、なんかね、こう行って楽しかったっていうところとか、地元の方の情報とかいただけるとすごい嬉しいなと思ってて、インスタグラム今のところここ行って楽しかったっていうのをいっぱい上げてるんですけど、まあ、今後はその中にね、ちょっとこう次は何々県ですとか行く予定ですっていうのをあげるので、まあ、教えていただけたらすごい嬉しいなっていう感じですね。
ぱいね、なんかその土地のいいとこ見たいし、食べたいし、いろんな人に出会いたいし、やっぱり出会ってね、なんかそういうの出会いも楽しみなんで、まあ、ちょっと顔を出しちゃおうっていうことで来てしまいましたなんか犯罪みたいなそう、でも基本恥ずかしがり屋の2人なので多分がっつり顔出すっていうよりはたまに出てくるぐらいなんですけどもう出しちゃってるそこはぜひご了承いただいてお菓子入れとくそうで、まあ、いずれはね、なんかこう好きな地域とか地区ができたらね、そこのなんか紹介動画とかも作って結構地域の活性化とかにも役に立てたらいいなと思ってるので、なんかね、うちの町来てくださいとか言ってくれればすぐには行けないと思うんですけど、だからそういうとこも寄りながら旅したいなと思ってるので、基本的に期限とかはね決めてないんですよね。なのでまあ無期限ってわけじゃないんですけど、まあ楽しみつつ行きたいので、あまりこう終わりは決めずにやろうかなというふうに今は思ってます。で、今のこのタイミングでっていうか、まあ年齢もですね、僕ら、40代 で実は6月に入籍をしまして、それまで実はカップル YouTuber だったんだよね結構コメントでね、奥様とか言ってくださる方いたんですけど、多分会話がかなり熟年夫婦みたいな会話だったんだと思うんですけど、実はカップルで、で、まあ、6月に入籍しまして、で、まあ、40代ということで、通常働き盛りの年齢なので、なかなかね、普通だったらまあ家持てたり家族がいたりっていうので難しい方多いと思うんですけど、まあ逆に体力のある今だからこそ、ちょっとこう日本一周っていう結構ね体力のいることかなと思ったので、今このタイミングで始めるっていうのはいいのかなと、まあなかなか踏み出せる年齢じゃないっていうのもあるよね、一般的にね。なのでまあ今ちょっとね40代でっていう方、あんまり YouTube 見てても少ないし、せっかくだったらこういうのをきっかけになんかいろんな日本を知ってもらう人が増えてくれたらいいなっていうのもあります。せっかくいろんな経験したからね、それ活かしたいしね。いつかやろうと思っていたら20代の時に思ってたけど、40代になってこのまま思ってたらもうおばあちゃんになって死んじゃうんじゃないかとということで、まあなんか決めたら早かったかなっていうのはあるかな。実際ね、もう1年前ぐらいにこう日本一周行こうよってなったんだよね。で実際1年ぐらい今計画とか準備とかっていうのはできたんですけど、まあなかなかね現実味がなかったよね。ほんとここ最近になって、あ、出るんだなっていう気になってきたんですけど、まあでも行くってなってやっぱ楽しみたいよね。ほんと景色とかグルメとか人との関わりだけど、やっぱりもなんかいろんな経験したいからね。なんかやっぱり普段ね、出会えない、その土地に行かないとやっぱ出会えない人たちとかもいっぱいいるし、ちょっと一泊とか二泊で車中泊旅行ってもさ、いろんなこう発見あるし、その発見の旅になんかまた世界が広がるし、自分の、もっとなんかこう、ね、せっかくの人生なんで、こう世界を、自分の世界をどんどん広げていって、視野も広げていって、なんかね、もっと楽しみたいなって純粋に思って、本当に働き盛りでの時で、本当に貯金もそんなにないですけど、はい、これから、これが私たちの
家になりました。もうね、家も引き払ってね。そう、もうマンションもなく家具も全部売って、住所だけね、ちょっと実家に置かせてもらって、はい、私物もないって、もうこれだけ。これしかない。これが全てです。あ、面白いね。ね、本当ね。もう住みます。はい、これからこれが家になりますので、いろんなところに出没しますし、多分スーパーとかにも普通にいると思うので、もし見かけたらぜひ声かけてください。はい、ちょっと夜中とかだとドキッとしちゃうかもしれないんですけど、これからもバケーションライフをよろしくお願いします。